1月24日です。節分草の花が満開になりました。これは種まき後5年目の花です。もう花芽は全部咲き切っていると思います。小さな花なので拡大するのが難しいです。あと今年咲き始めた種まき後4年目の花です。これが今年最初の花です。いくつか咲いてます。こんな感じです。やっぱり5年目と比べるとだいぶ小さいです。角度を変えてます。これが7株ぐらいあると思うんですけども、花数は7つよりも大きくなってます。あと小さな花の咲かない芽ですね。これがだいぶ出てます。脇から今出てきてるところですね。そのうちにこの芽も大きくなってだいぶにぎやかな感じになるんじゃないかと思います。もう一度角度を変えて撮ってみたいと思います。これが5年目の花です。植え替えして2年になります。で、こちらが4年目です。昨年植え替えまして、1年目の花です。こちらは5、6株ずつ割ってると思うんですけども、多いので2花。ぐらい咲いてます。こんな感じです。